ます。キレルや。キレルリどうも、プルタンです。戦艦隊はこの紐引っ張るとやばいですよ。おほほ。はい、ということで今日はこちらなんですけども、ちょっとね、おしゃれなケーキ屋さんなんですけど、今日はこちらにマッチョ3人でカフェをするっていう動画になります。ということで超つまんない動画なんで、じゃあまず一人目のマッチョお願いします。久しぶりだな。ボンバージャケットの中セクシーやん。やばい、ちょっと待って、面白いな、ちょっと面白いな、やばい、この空気だからな。ジンです。そして3人目お願いします。来るぞ。ということで今日は、このマッチョ3人でまたちょっとね、筋肉対決ということで、このケーキ屋さん、見て、ビーガンアイス、ビーガンアイス、アイスクッキーサンド、だからビーガンの、だからそういうことだよね、健康的な、健康的なケーキ屋さんなんですけど、ここにある人物がいると、こういう子いるの？ここいる？ここいるかもしれない。いやーってボンボン、はい、そのケーキ屋さんの主に今日は会いに行って、ちょっとね、お茶茶道を習うっていう、あ、茶道、はい、茶道を習う、はい、っていう企画でございますので、暑苦しい茶道追い出されるぞ。ということで、じゃあちょっと行ってみましょう。よしよし、はい、うわぁ、気持ちいい。全部ビーガンだね、体に動物性のものがないってことだ。あれ、卵とか使ってないの？だから卵とか乳製品とかそういうの使ってないってこと。へぇ、すごくない？この奥、この奥で、パンケーキのパンを踏んでる、今日は修行で佐藤じゃない、佐藤やっぱりやめた。お前知ってるはい、ということで今日は実は、はい、パンをこねる仕様じゃなくて、はい、なんと世界2位のアームレスリングの近藤さんと今日は腕相撲対決です。めちゃくちゃダンディじゃない。いや、これはモテるなって感じのオーラと。え、近藤さんおいくつなんですか？今40、今年47です。47ね、お前これ髪型真似しようかなと思って。うん、俺前じゃ俺結構早がっちゃうからね、危険なんだけど。いや、でもすごいオーラはねえ、かっこいい。本当に腕がやばくないですか？そんなことないですよ、全腕皆さん筋肉。いや、俺ちょっとね、いや、ちょっと比較しましょう。ちょっと俺どうに、やばっ。え、これ前腕なんですか？これ足じゃないですか？ちょっといいね。ひとくんもでかいんだけど、なんか質感がさ、これすごい。ちょっと触っていいですか？はい。え、足がついとるやないか、これ。この間測っていただいたら35。でもこれと同じぐらいですね。ここと同じっすね。なんならすごい太いもんね。うん、そうそう、太い。だって太さが全然違う。このでかさで、今日はちょっと最終的に勝てなかったら3対1で、はい、3対1ですか？さすがに3対1はね、3対1は出てない。さすがに1。3対1でいきたい。やばそうっすね。おー、いい判断っすね。いい判断やばそうっすね。ほんとにやばそうっすね。これいいやん。ということで、今日はちょっと筋肉対決ということで、はい、我々筋トレの筋肉は、その腕相撲のちょっと違うじゃん。その世界2位の人に勝てるのかっていうので、じゃあやってみたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとお願いします。お願いします。いきなり対戦するのもちょっと恐縮なんで、まず、俺たち3人が、どれぐらいの力の差があるのか。ということで、ちょっとやってみたいと思います。じゃあ、俺とまず、アキト君。はい。やってみましょう。ここに、はい、ついたらもう、はい、つくか、ここより下がれば、これより下がれば、はいはい、すごい、はい、ちょっと腕っぷし見せてくれ、ちょっと、はい、いや、これまんま強いっすよ。でけえもんな。いや、だってこんなんいないもんね、まず。でけえ、はい、でも、振ってんの、振ってんの。じゃあ俺もね、行くぜ。でもよし、がここは負けられねえ、はい、男の戦いだから、レディーゴーと同時に動いて結構です。はい、はい、レディーゴー。あ、これもらった。わかりました、ありがとうございます。うわぁ、おぉ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 、ゴリ弱くない？うわぁ、おぉ、意外に耐えるね。おら、持久戦だ、こっちは。おぉ、危ないよ。おぉ、おぉ、うぅぅぅぅ、ケンタはやばい。いや、強いね。いや、強い、強い、来たね。あ、強い。強いな。やっぱ体重別の競技なんで、はい、体重軽い人のが本来そうだね。ね、俺65キロなんで、はい、何キロ？500キロです。ジンさんはマジ強いわね、腕相撲。
ジでイジーさんちょっと強いですよ。マジ？やばい。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 レベルで言ったらまあ強いよね。まあ俺ってもいっぱいあるよ、ちょっと強いと思うのよ、うん、一般の筋トレしてない人とか、うん、でここの差が半端じゃない。ちょっとわかんない桁が違うもん。ちょっと人知を超えたレベル。なるほど。はい。でちょっとじゃあ本堂さんということで。さあ行くぞ。じゃあちょっとお願いします。お願いします。右ですか。右ね、はい、どっちが強いんですか。ちなみに一応日本一両方取ってるんで。どういうことか。はい、ちょっと待って、俺厚みがやばい。手の力が入らないんですけども、うん、ここが分厚すぎて手が。いただきます。じゃあ本気でいきます。はい、レディーゴー。グーグラあとちょっと。このお父さんの笑顔があとちょっと。そうっすね。カモンケン。カモン。カモンケン。ちょっと待って、もう無理だ、力が入っちゃう。そんなにやばいな。これはちょっと計り知れない。え、今ちなみに何パーセントぐらいですか。 100% 中10 絶対10も出てない。いや、2パーぐらい。いやいやいや、あ、確かになんか手の感じが手やばいっしょ。肉がちょっとなんか大きい手が、うん、分厚いっていうんですかね。ここだ、だって見てこれ意味がこんなぐらい全然違う。本当だ、すげえ。もう金玉みたいな手じゃん。見てるもんな余裕だもん。強いっすね。完全なら煽りじゃないですか。これがきついよ、これ。このショーソンだからって。これがもう無理だ。どっちの力入るか。これやばい。しょっぱな全力投球でいこう。あ、しょっぱな。これ結構いいよ。だって二人相手してちょっと疲労止まってるから。で最後陣さんだから。よし。そういう感じはすごい。これはすごい。顔がちょっと。じゃあいきます。レディーゴー。いける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 。え？マジで動いてないもん、こっから。こっから、1ミリも動いてないんだけど、マジで。マジっすか。マジでやばい。おぉ。やばいわ。やばいわ。大丈夫です。大丈夫です。これは、じゃあ、3対1っすね。3対1っすか。はい。じゃあ、どういうフォーメーションでいこう。これで、じゃあまずベースこれですよ。はい。で、俺こうやった方がいいよ、絶対。そうです。それ無理ですよ。それ無理ですよ。俺が見る限り多分3対1で勝てなさそう、あれじゃ。なんでちょっと俺がこうしないと勝てないかなと。俺こっちから押していいですか、これ。両手片手にしかさない。片手で近藤さん握りが本気入ってる。本気のグリップ入ってる。これ倒れようがないですよ。じゃあ行きますか。レディーゴー。おお、ちょっと瞬発の動きが人間じゃなかったですけども。いや、俺ね、何が痛いって、俺ここすげえ痛かったの。これいいね、これいいね。これ勝つぞ。もういきます。よっしゃ、いきます。はい、レディーゴー。それですか。はい。でまずこの。これやば、これ。まあ、看護師大歓喜する腕じゃないで。親指に引っ掛けるんですね。すげえ。え？そんな感じ。怖い。そうなんですよ。はい、こうねじったり、はい、
まあ、こっちに引いたりですね、親指だけで。それは何回ぐらいやるんですか？もう限界までですね。あ、もう高レップで限界まで、はい、ここにゆで卵できてるよね。いや、これすごい。これ、はい、この人差し指で、人差し指こんな感じで。これやばいな、こんなんで手離したら突き取れちゃいますよね。これだけでもだいぶ腕相撲強くなりますか？はい、きます。すごい、やばいんだよ。やばい、マジで握れないもんね。手首が、手首握れないところ、手首が今パンプしてます。いや、これ手首ってこんな太くなるんですか？はい、今手首がパンプ、回んないもん。いや、そう、回んないもんね。だって女子とかこれで回っちゃうじゃん。ねえ、細っ、細い。これやったことないから、めっちゃ滑る。ぶら下がるのも多分大変だと思う。それやってもらって、こういう感じで、腕だけ。あ、やばいな。普通に、え、はい、腕だけしてます、ね、足絡めてないですもん。そうです。いや、無理だわ、絶対無理。次が出ない。え、これちょっと異次元すぎないですか？ちょっと表面には見えない。おーおーおお、もう一歩。無理だ、出ないわ、次が。いける。あ、まだ次出ない。で、おお、え、マジ、え、すごい、すごくない？え、ここに乗ってますよ。ああ、で、で、俺、俺これやってたんだ、ずっと。あ、柔道、柔道なんだな。下からガーン乗って、俺、すごい、今パッとするけどね。いや、マジでヤバすぎました。いや、想像の10倍ヤバかったです。はい、いや、マジこれ人間じゃない。最後のうんの時、うわ、歯向かっちゃいけない侍だな。そのさ、製造本能からさ、動物的なやつ。俺は腕壊されるわ。検証結果、はい、勝てませんでした。無理です。これは無理です。はい。ということで、ちょっとまた続きね、まあ、ちょっと筋トレとか、はい、またちょっといろいろ対決するんですけど、それではまた、小野さんのチャンネルと、あと、ジンさんのチャンネルで、はい、ありますので、お楽しみということで。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。